調子は変わりない。あ、めっちゃ増えた。ねえ、1530。はい、いいよ。ちょっと待ってください。今何グラム食べてます？いや、40とかそれぐらいだと思う。40ぐらい？まあじゃあ40で止めてください。あの、そうですね。全然増やすとかなくて、最近それぐらい止めてます。じゃあもう少し減らすじゃん。うん、あの、ちょっとずつ減らそうかなと。そうね。お水入れて。だから、減らすって言っても、40だから 10% で4でしょ。だから 5%、はい、ってことは 2g だけね、はい、動かすのはあんまりたくさん動かすと、はい、ここが膨らんでる。ごめんなさい、ここがちょっと、うん、あんま変わらずですね。ごめんなさい、まあ、あんま脂肪はね、もうちょっとこれはしぼんでほしいんだけど、そんなに脂肪がないね。でもよく食べる。まあそうだよね、薬のせいもあるんだよね。ステロイド使えば当然お腹すくから、よく食べてよく飲んでがあるからさ、うん、自分ではもうこんだけ増えるとさ、心臓に負担かかるから。そうなんですよ ね。だって心臓ってこの子すごい心肥大って心核の心臓大きいって言うんですよ ね。肝臓ちっちゃい、心臓はでかい、うんうん。じゃあまあ 2g ずつ減らして、なるべく時間が許す範囲で手でやってくださいね。ああ、そうですね。いや、もう今はね、自分で食べないんで、ずっと 100% でですね。自分で何ですね、食べない。いや、自分で食べないんで、もう 100% 手で。あ、全部うんと、ふやかして、硬いまんま。あの、なんかドロドロにして硬いのはもう食べない。食べないかな。あ、そうなんだ。一応置いてあります、硬いのは。置いてあります、置いてあります。でも減らない。あ、もう食べない。もうじっとしてる。あの、連れてきて食べさせるから。そういうことね。でも、ふやかしたれば、何、どうやってやるんですか。あ、もうなんかスプーンで。スプーンでやると食べるわけね。食べる、食べる。なるほど、了解です。そういうことね。ごめんね、ちょっと耳。こっちも。よし、光線照射こっちに回してくれる ?100 の3分。あ、20。そう、で全体に当てながらこれでさ、コントロールしてさ、はい、上にね、うん、あの、ここ、ここ耳か、このリンパ節の入る、あとここ、はい、ここ腕、脇、ここ、ここ、はい、ここ、それとこの辺、お腹、はい、はい、で、これは全体で見張って、上に、眩しいよ。呼吸はどうですか。呼吸は、まあ、そんなに、なんか、うん、なんか時々やるかなとも思ったりはするんですけど、そんな気にならない程度。時々やるじゃん、はぁ、あ、はぁってこと。そうです、それ、その程度は、まあ、それ、あの、じっとしてるのに急になるってこと。それとも運動、動いた後になるってこと。あ、寝てる時とかもあるかな。寝てるっていうか、こう、うん、休んでる時とか。休んでる時になることがあるんだ。じゃあ、ごめんね、ちょっとこう思ったからね。まあ、ゼーゼーとかヒーヒーとかっていうのはなんかこう呼吸が早かったりとか。はいはい。うん、はい、ごめんね。ごめんね。まあ、嫌がらないね。何か。ごめんね、ごめんね。バイト、バイト。
バイトもそんなに好きじゃないんでしたっけ。あんまりだね。普通だとこれめちゃくちゃ8割ぐらいの子はもうこれやったらペロペロ食べてくれるんだけど、そんな好きじゃないよね。と思うけども、でもふやかしたフードの方がいいってことね。まあ、あの食べますね、しっかり。うん、ペットシンスの大きいやつをその右の一番下に引いていて、はい、ウェットブラシだ。レボリューションはオーチでもつけれます。あ、大丈夫ですよ。じゃあ出してきますので、はい、27にね、はい、あ、じゃあ一応10分ください。吸入します。酸素もありますので、はい、じゃあ今日はレボリューション出しますからね。はい、じゃあ4月の27日。